ゴールキーパー上田、フォーバック右から青山、藤竹、大、そして左には今日は大熊が入っています。アンカーに千部、一つ前に下沢と徳永、スリートップは右に園田、左に岡田、真ん中に工藤というメンバーです。ゴールキーパー4試合連続で山田元気、3バック右に古巣対決大畑龍也、真ん中に林道、左には鎌田、アンカーの位置に薄井、右に神山、左に安藤直人、セカンドトップアルトゥールシルバと姫野、2トップは前節決勝点の吉平、それをアシストした川西、富山が誇る2人です。こぼれたところに大熊、枠に行っていました、大熊健太、こぼれたところに大熊、自慢の左足、大畑、岡田、徳永から岡田を使う、正面グラウンダーシュートを打っていった、詰めに行く、かき出す富山、山田がよくセーブしました。ここに安藤、宮崎が抜ける、徳永持ち込む、スルーパス岡田、左かわして、もう一度回る、インサイドで打っていく、弾いた山田元気、中に3人残っている、折り返せない、また当てておいて、もう一度大畑、長いボール出してきて姫野、シュートコース、ポストの左でした。コースは切っていました宮崎のディフェンダー。大熊、左岡田が待っている、その岡田つなぐ、園田の前が空いている、ミドルシュート、こぼれれば行くよと工藤、大熊が弾き返す、アルトゥールシルバが奪う、富山フリックして前を向く、さらに左へ、中には川西、合わせて、川西翔太、防いだ上田俊介、面白いバウンドでした、叩きつけていって川西、ワンタッチで前へ、フリックしてさらに前へ、自ら行く徳永、中には園田、パンチング防いだ、ジャストミートはできなかった、よく詰めていました。ここもグラウンダーシュートに行った、一瞬の隙をついて、先取点はカターレ富山、安藤直人、富山から駆けつけた青いサポーター、その前で決めてみせました。一瞬の隙を逃しませんでした。1点を追う形となりましたホームテゲバジャーロ宮崎、先制したのは4連勝を狙うカターレ富山、真ん中で岡田持ち込む、自慢の右足、キーパーの山田が弾いてコーナーキック、枠に行っていました。これも左から縦に進入、奥間グランダー繋いで左足、よく弾いた山田、よく打ってきました宮崎、山田が防いでくれました。カターレ富山、ホームで負けないテゲバジャーの宮崎、三村からのボール弾いて岡田の右足、試合終了を告げる長いホイッスル、テゲバジャーロ宮崎、去年8月から続いたホームユニスタで負けない記録は一旦ストップ、止めたのはアウェーカターレ富山、今シーズン初の4連勝を飾りました。